はい、お疲れ様、お疲れ&お帰り。お帰り。ただいま。どうだった韓国？楽しかったです。一言か。楽しかったし、うん、買い物いっぱいしました。買い物いっぱいした。ほう。買い物、ブランド、ブランド、ブランドっていうよりはもう化粧品が多いですね。ブレンド、ブレンド、化粧品、BB クリームとかね。 CC クリーム。 CC なの今。BB、 マジで CC クリームもあるんですよ。 50cc とかそういうこと。BB、 わかんないです。 B の次、 B の次の C の C、 ABC ってことでしょ。うん、パワーアップしてるんだね、なんとか。パワーアップです。うん、買いました。あとね、お土産を、うん、おお、いいね。全然期待してなかった。嘘。まあでもそんな大したものじゃないんですけど。それもお土産、もうお土産、はい、今見てなかったな、今なんかこうやって。はい、まだ。もみあげるでもない、もみあげたいけど違う。お土産、韓国のり、まあね、はい、韓国のり好きなんだ。国海苔と、カツジャン、BB クリーム、じゃあ、CC クリーム、コチュジャン、嘘だ、コチュジャンクリーム、コチュジャンクリーム、すっごいヒリヒリしそう。あ、牛肉炒めコチュジャンって日本語でも書いてある。嘘、うん、嘘って日本語。はい、ちょっとひまわりの種です。はい、これ埋めて芽が出るの。そう、カラフルな。出ないです、食べてください。これはこれ緑のやつを植えると緑のひまわりが咲いたりするの。そこ、さ、やってみてください、ちょっと。これ、このセットで渡すってことは、韓国海苔にこのひまわりの種を置いて、こっちでを乗せて巻いて食べろってこと。ああ、うん、美味しいと思います。本当かよ。やってみてください。ちょっとやってみるか。本当に。どうなんだろう。韓国海苔に、ひまわりの種を乗せて、種食ってみる。なんで自分で、自分だけその種だけ食ってみるみたいな。ひまわりの種を乗せて。あ、かわいらしい。で、コチュジャンを。緑のやつ見ると、なんかあの草の味とか、色の味とか思い出すんだけど、大丈夫ね。これ歯磨きとかに使えるね。うん、使ってください。こう乗せて。あ、うまっ。うわぁ、結構、たっぷり。これどう、美味しそうだよね、これ、うん、サンドして。何食んだ。うらー、音はすごい美味しそう。どうですか。カチュジャンって生でいいの。生でいいの。うん、うんうん、あのね、うんうん、ありあり。ありなんだ。あのね、美味しいですか。コチュジャンの辛みの中にすごい甘みが広がって、このチョコレートので、韓国海苔のごま油でこうちょっと締まって、うん、すげえマイルド。これ全然あり。よかったらお試しください。匂いが匂いがする。